はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ジジさんです。もう YouTube 回、ね、特にガジェット界ではもうね、ここ数日の間、DJI のね、オスのアクションね、もうこの話題でね、持ちきりです。はい、もう皆さん GoPro との比較だとかね、あのー、何、この間出たばかりのソニーのね、RX02 だっけ とかね。あと、まあ、同じ DJI でもね、オズモポケットとかとね、比較したりしてる動画がたくさんね、あります。もう開封動画、比較動画。もうね、もうここ数日、DJI さんのオズモアクション、あればっかり。もうみんなね、なんか新しく出るとそっち行っちゃうよね。で、ジジさんね、買わないのっていう話ですけど、ジジさんね、今まだちょっとね、 買うかどうかは本当にね、悩んでます。あんまりね、じいさん外撮りをする人じゃなく、ないしね。まあ、あの、なんか映像系の人でもないし、っていう感じでね。まあ、だ、44,800円だっけ今ね、アマゾンで。あれ買って、じゃあ何じじさん撮るのって聞かれた時に、うん、別になんか、まあ、撮りたいのもんないしね。うん、まあ、どっか出かけるっていうことも最近少ないし、ということで。で、まあ、あの、いろいろね、 あの、アクションカム系が結構今話題になってんだけど。まあ今日はそのね、アクションカム系っゃあアクションカム系のつながりの話なんだけど。まあジジさん結局、まあ今ね、今日現在その DJI のオズもアクション買って持ってないんだけど。まあ、あの、ポコッと持ってるって言ったよね、なんかこれあるの忘れてたよ。あのずっとね、あのパソコンにくっつけたまま使ってなくてね。 これも一応、まあ、アクションカムなんでね、こう、ファンシーな。もう、だいぶ昔にこのね、ンさんのチャンネルで紹介したやつなんだけど、これもね、一応ね、1080だけど、フル HD なんだけど、あの、30P でね、3 0 f p s で撮れるやつなんだね。60はちょっと撮れないし、4K 撮れないんだけども、まあ、そこそこね、面白く使えるやつなんだね。ただ、あの、音はね、音はやっぱダメだけどね。まあ、 あの、映像だけね、楽しむんならこれで撮れるということで。まあ、あのー、簡単にね、えー、見せておきたいんですけど、その前にね、今日何の話かというと、実はこれね、しばらく使ってなくて、これあの、何ちゅうの、あの、マット調のね、なんかラバーコーティングみたいなのしてあったんだけど、しばらくね、使ってなかったらやっぱね、こう、加水分解してね、こう、ねちょねちょ、ネチょしてきたわけ。だから今日ね、ちょっと朝から、これ無水エタノールでね、拭き取って、 ね、そのラバーコーティングを。ちょっとね、えー、この辺に名残に残ってるでしょ。これまだね、取れてないんだけど、ここのね、濃いとこ、こっちの内側の、これがね、あの、ラバーコーティング室で、今外側の薄くなってるとこがね、そのラバーコーティング調のやつを全部ね、無水エタノールで拭き取って、だからまあちょっとね、テカってますよね。うん。で、まあこの辺にもね、あの、シャッターのとこにも丸い、 あの印があったんだけどそれあの残してねうまくこうやってるつもりがちょっとね全部取れちゃって、うん、でこれ w i f i のところね w i f i のマークだけなんとか残してますでこれ電源の、ね、マークもまあほぼほぼ消えかかってますけど、まあ、こんなやつをね持ってたんですよ、うん、であの今ね話題のその DJI さんのオズモアクションあれねじんさんがすごいね悩んだところはまあ 音はもうしょうがないよね。音はね、人ん的には、まあ、あの、賛否あると思うんだけど、GoPro の方がなんか、音質いいんじゃないかなと思ったりするんだよね。ただまあ、あの、手ブれ補正の聞き方ね、あれはすごく興味あって、っていうところでまあ、いろいろ考えたんだけど、一つね、どうしてもね、あのあ、あの、オズモアクションでね、気に入らないところはね、三脚穴が本体になかったよね、確か。あの、ガイドかなんかつけないとダメでしょ あれがね、やっぱり本体に三脚穴が直接あるかないかっていうのは大きなね、うん、ポイントかなと、じジいさんにとってはね。まあそんなの、まあアダプターつきりゃ全然いいじゃんって気にならない人もいるけど、じジいさんはね、やっぱ本体に三脚穴がないとね、嫌なんだよね。で、これなんかはもう本当にチャチいやつだけど、ちゃんと本体にまだね、三脚穴ついてる。いいよね。すごい。考えられてる、やっぱりね。うん。 今ちなみにせっかくなんでね、ここ蓋あるけど、これ蓋開けるとね、えっと何がね、出てくるかというと、まあここにね、マイクロ USB があって充電用のね、このマイクロ USB と、それからこれマイクロ SD カードかな。うん、ここのスロットがあるっていうね。うん。まああの、そんな感じで。で、普段はこうやってちゃんとね、ポコッと蓋をしておきますということで。で、これ自体もね、一応ね、防水なんだよね。確かね。うん。 で、これの面白いところは、後ろにこうね、金ピカのとこあるけど、これがね、えー、磁石になっててね、えー、鉄柱とかそういうとこにこのままつけれるの。ね。で、これがね、蓋がね、こうね、ペロってこう、裏返しにできて、あのー、磁石じゃないとこはね、これ今ペリペリ剥がしてないけど、ペリペリ剥がすとね、ここ、ヌンチャク、あ、ヌン、ヌンチャクじゃないわ。ヌンチャクって、あ、ちょーって、ね、粘着だ。あのー、 何バンカーリングとかさ、アイリングのあの、スマホにペタってくっつけるリングの裏の、あれがあるでしょ粘着。あれみたいになってるのね。ここがね。で、そういう木とかさ、ブロック塀とかさ、そういう磁石で付け入れないところにこうやってね、えー、くっつけるようになってるね。こういう両面の機能があるっていうね。これ凄レモンでしょこれすごい安いんだよ。うん。今アマゾンで売ってるのかどうかわかんないけど、もしアマゾンでまだ発売されてるようならね、 ちょっと、下にね、リンク貼っときます。もしかしたらもう売ってないかもしれない。わかんないけどね。うん。あの、もし、今でも売ってたらね、説明、概要説明欄の方にリンクをね、貼っておきますので、またね、見といてください。で、こんなね、チャッチや,やつでもね、下にこうやって三脚の穴があるというね。うん。結構、ジーザーね、これ面白かったです。当時ね。で、あの、これは、あの、iPhone とかね、Android にアプリを入れて、アプリからね、えー この録画のね。コントロールもできるっていうね。うん、優れものなんですで。しかもね。これ面白いことに、えー、こうポーチまで付いててね。でなおかつ、えー、こういうね。リモコンね。これがあの写真と動画のね。切り替えね。で、これがあのロックアンロックのね。これあのリモコンですね。今電池入れてないんだけど、これでね。あの操作ができるっていうね。 面白いね。こういうのが昔あったんだよね。うん。じいさん買ってたの忘れててさ、飾りのようにパソコンのあのハードディズニー、ハードっていうあのデスクトップのね、ボディのとこが金物だったんで、ベタってこれくっつけたままにね、いたという。まあ、時々なんかあの違うアングルで撮った動画の中にね、あの、これが映り込んでるっていうね <laughs>、時もあったんだけど。はい、今こうやってね、電源もちゃんと入ります。で、ここで Wi-Fi でね、 w i f i のボタンを押して、えー、リンクをしてスマホと連動して使うというやつね、うん、結構ねあの画像もそんなねあの汚くなくてね、うん、あの音だけはちょっとやっぱ内蔵マイクは性能が落ちるんで、うん、あれだけどねだからまあ,あのちょっと何て言うの監視カメラ的に使うとかさ あと、ドライブレコーダー的に使うとかさ、もうダッシュボードの前とか夏場暑くてさ、なんかいいカメラ持っていくとなんかかわいそうでしょ。だからまあ、こういうの、まあ。 そこね、犠牲にしちゃダメなんだけどまあね安いやつだからちょっと少々壊れてもまあ悔いないかっていうぐらいのね気軽な気持ちで使えるっていう意味をね、えー、ものは大切にしなきゃいけないんだけどまあそれ気兼ねなく使えるっていうねこういうねあのちょっと超格安のねアクション感をね、えー、このやつのがねなかなかじじさんは好きっていうか面白くてね、うん、でまああの DJI のねオスモアクションですか。 44,800円。いやー、買ってじいさん使うかなーっていうね。うん、確かにあの、自撮りできてね、便利なんだろうけど、じいさんほとんどこれ部屋からね、お送りしてるでしょ。ちょっとそこに44,800円、ネタだけで終わっちゃうのもなんか寂しいしさ、じゃあ、どっか旅行行きますか、遠出しますか。まあね、じいさんちょっとね、あの、幸いなことにいろいろ忙しくて、あまりね、出歩く、 もうすでに発売されてて皆さんどんどん動画出してるからね、うん、今更なんかこうぼーっとね、そこに出ていて皆さん動画見てくれるって別に今更もう開封動画 どんだけみんな好きなのっていうぐらい見ます開封動画も。誰かの見たら大体同じようなものが入ってて同じように紹介するでしょあとはもう人柄だとかやり方だとかさ、背景音が違うとかどこでやってるかの違いぐらいでさ、そんな開封動画ももう面白くないでしょ うん。で、比較動画って言ったってさ、もう大体みんなさ、風景が違う場所が違うだけで、大体比較してるのはもう GoProHero7 とか、持ってない人は6とかその前の機種とかさ、そういうやつで大体比較してんじゃん。だからもうその辺も今更撮ってどうかって,言って、まあ、これと比較してみるってのも面白いね。全然格安とどんだけ差があるのっていうのも面白いかもしれないけどね。うん。そんな動画も実は探したら、じいさんが考えるくらいだから、誰かやってっしょ。 うんだからまあね、本当にちゃんとしたその映像目的でね、買うとかなんかそういうのがないと、ちょっと44,800円はどうかなって思ったりね。うん、で、44,800円出すんだったらどうだろう ねピクセル 3A を買うとか言うてもあるけど、まあもうスマホもじいさんいらないよ。もう、もう本当もうそんないっぱい持っても面倒見きれないしね。うん、だからもう、ちょっとね、今は、あの、すぐに手を出さないでね。皆さんの、いろんな動画をね、これからまた見せていただきながらね、よっぽどちょっとこれ、こいつ使い方できるなっていう時にちょっとね、考えてみようかって。そんなこんなしてるうちにもしかしたら、ね、 今度 DJI さんがね、オズモポケット2を出してくるかもしんないよね。あるいは今回、一色しかないでしょアクションね。あれのもっと濃いね、黒だとか、ね、他に、例えばホワイトだとか、なんかこう、マリンブルーだとか、なんかそういう空張りが出てくる可能性ってないだろうか。まあ、今までのジンマルだとかそういうのを見てると、ちょっと可能性はね、少ないんだけども、少なくとももっと黒いね、 濃い黒とかね、白とか、あり得るんじゃないかなって、その、カラバリはちょっと期待しちゃうよね。今回ちょっとグレー一色でしょで、GoPro と並べてもさ、やっぱ GoPro の方が黒くてさ、なんか重厚感あるよね。 うん。そんな感じで、ちょっとね、色味的にもどうかなというね、ところもあったりして。まあ今日ちょっとね、すみませんね。なんか、ほぼほぼ雑談っぽいね、動画になってますけども。まあ、じいさんもなんか、こんな安いね、アクションカムを持ってましたよっていうことと、まあこれもなんかちょっと今後有効に活用できたらなっていうのと、メッセージはこんな安いやつでもね、本体に三脚穴ついてるよーと。じいさんはこの本体についてるね、三脚穴をね、ポイントにしてますよ。 ねえ、誰が興味あんねんっていう話ですけどね。まあそんなこんなでね、えー、何の話これ、<laughs> 何の話かもわからなくなりましたけども、はい、皆さんね、買った方、これから購入をね、される方、まさに今、 来るのを待ってる方ね、楽しみワクワクの方もね、いらっしゃると思いますけども。そういう方はね、ちゃんと多分目的を持って購入されてると思うんで、はい、あのね、皆さんの動画をね、楽しみにしてます。ジジさん今のところね、買う目的がね、ないんだよね、ジジさん自身に。うん。まあ、ちょっとね、なんか、あの、また気が変わるかもしれないですけど、まあ、こういうのもね、ある割には使ってなかった。ね、使ってないうちに、 経年劣化でベトベトになったんで、ね、結局、無水エタノールでこうやって綺麗にしなきゃならなかったよっていうのも踏まえて、ね、こういうのもちゃんとね、活かしてあげなきゃいけないとね、宝の持ち腐れになっちゃう可能性があるんでね。うん。まあ、これでもちょっとまた面白い、なんか絵が撮れたらなということでね、今ちょっと、せっかくね、これね、綺麗にしたんで考えてます。また、あのー、これで撮ったね、映像なんかもまた、 ね、これ紹介してるけど、あんまり映像的には紹介してなかったと思うんで、またね、そういうのもいろいろね、うん、安い機材でなんか、こういう風に撮れるんだよ、みたいなものもなんかチャレンジできたらなという風に思いますんで、よかったらね、ね、えー、またこのチャンネルね、 モニタリングして、じいさん、あれ、言ってたよねみたいなことをフォローしてもらえたら嬉しいですよね。はい。ということで、えー、今日はなんかもう雑談みたいな動画になっちゃいましたけども。まあ、こんなこんな、まあ、なんかあのー、何言ってるかわかんないね、時もありますけども、えー、今後ともお付き合いいただけたらと思います。はい。ということで、今日はこのじいさん、なんかもう名前も忘れたアクション感もね、 えー、綺麗にしたよ。あ、そんな動画だっけこれ。何 <laughs>、何の始まりか忘れたけど。はい、えー、また次回の動画で。<laughs> 動画なのかなライブかわかんないけど。お会いしましょう。それじゃあ、また